皆さんこんにちは。ここからの30分は農業と食が紡ぐ未来の時間です。パーソナリティは私森久美子です。よろしくお願いいたします。このコーナーは私たちが食べることを通して健康と農業の未来を共に考える番組です。今日はゲストに JA 北未来常務理事の高橋勝さんをお迎えして玉ねぎ生産量日本一をテーマにお話をしていただきます。高橋さんよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。はい、突然ですが JA 北未来ってご案内したんですが、はい、まあ、北見市にあるだろうなということはわかるんですけれども、はい、北未来っていう JA さんのお名前いつ決まったんですか？北未来が誕生したのは平成15年なんですよ。はい、で今から約20年ぐらい前なんですけども、はいはい、まあ、その時に、はい、まあ、北見市それから丹野町じゃなくて訓練部町桶戸町、うん、この一市二町を一円とする北未来という農協が誕生したんですけど、うん、その時に、まあ、北見市中心である北見と、はい、それから未来へ向けてというこの2つをかけてですね北未来という名前を名付けたというところです。私の番組にぴったりですね。農業と食が紡ぐ未来、ね、そうですか。北未来の 北見までは北見市の北見だと思ったんですが、はい、未来その、将来という意味での未来というのをかけて、うんうん、でそれって どなたが考えたんですか？これはですねたくさんの応募の中からそうなんだ。高橋さんが決めたんじゃないんですか？私は残念ながらですねここまでの立派なあの名前を考えることができなかったんでそうですか、はい、でも素敵ですね。そうですね、はい、あの福島の JA 伊達未来っていうのもありますけど、はい、それもね、まあ、福島いろいろな辛いことがありましたので、はい、未来を明るく感じさせるような名前でいいですよね、はい、それもね。そうですか。で今は福島もまた合併をされて福島未来という農協に名前になってるんですね。それもいいですね、はい、未来という言葉はいい言葉だなと、はい、うちの番組の名前を決めた時によあのそれほど深く考えないで将来的に長い目でっていう意味で考えてたんですけれどもこうやって聞くと、ね、はい、ご縁を感じますそれでは北見地方というと寒いところっていう、はい、気温が低い、はい、って思うんですけれどもそこの気象条件は厳しい、北見地方で、うん、なぜ玉ねぎ生産が始まったのかいつ始まったのかどうしてなのか、はい、そのあたりから、はい、お話しお願いします。私も当時は生きてなかったんですけども生まれてなかった、生まれてなかったんですけども聞いた話によるとですね、はい、あの当時はまあ発火が北見も有名で、はい、まあ、一時期は世界の7割もシェアがあったというふうに聞いてたんですが、はい、実はその大正の6年にですね、はい、あの北見の農家3戸の有志の皆さんがなんとかその発火に次ぐ第二のそういった野菜作りというところで、はい、札幌の方から玉ねぎのタリを取り寄せて作り始めたと、これが今の玉ねぎの北見の玉ねぎのもう本当の始まりというふうに聞いております。最初からうまくできたんでしょうか？最初はですねやはりこのうまくなかなかできなくて、はい、一番最初にはそれから6年後の大正12年にですね、うん、ようやく出荷をするというところまで行ったようなんですけども最初に出荷をした玉ねぎは残念ながらですねあの、まあ、品質的なものもあったんでしょうけども、うん、1円も代金をもらえなかったと、まあ、ここからスタートしたというふうにしてお聞きをしています。ちょっと不思議なのはその洋風料理があまりまだない時代ですね、うん、大正時代、うん、それなのにそれなのにというか私たち玉ねぎ使った料理っていうとカレーライスシチュー、はい、それからまあフライもありますけれども、うん、あ肉じゃがって言ってがありますかね、うん、それでもなんとなくこう洋風の煮込みに使うイメージがあります、うんうん、その時代に玉ねぎって思った方はセンスが良かったセンスが良かったけどまだ周りがついててなかったんでしょうかね。そうですね。食べ方も本人たちも多分分からなかったでしょうし、はい、北見の皆さんも多分食べ方も分からないと、うん、それで一番最初に出荷をしたのは結局本州の山形に初めて出荷をしたっていうとこからの始まりって聞いてます、うん、
なぜ山形だったんでしょうね。山形の人は垢抜けしてたんでしょうか、食べ方を知ってると思ったんでしょうか、そこはちょっとわからないですけども、和牛の文化がありそうですから、そうですね、一緒に煮込んだりするのか、はい、だったのかもしれませんね。で今日のタイトル、玉ねぎ生産量日本一っていうタイトルにしたんですけれども、やはり私にとっては北見っていうと玉ねぎって思っちゃうんですが、うんうんうん、玉ねぎの話をする前に JA 北未来さんとしてはどのような取り扱いのものがあるかっていうのを、玉ねぎだけでは当然ないですよね。そうですね、玉ねぎは、北未来さんで生産しているものの中の何パーセントぐらい、玉ねぎ自体はですね全体の約半分ぐらいでしょうかね。じゃあ他の農産物もいろいろあるんですね。そうなんです、うん、さらっと教えてください。はい、先ほどあの先生からもお話あったんですけど、恵まれた気候を生かしてですね、はい、もち米、それから小麦だとか、それからじゃがいも、それから砂糖大根と言われているビートですね、はい、それから豆類、それから畜産酪農も盛んでですね、はい、全体では耕地面積が 2万5000ヘクタール、これをうまく活用しながらですね、多岐にわたる営農をさせていただいているというところであります。そうですか。あ、ちょっとあのもち米作ってるのは存じてなくて、あげてなくて、はい、びっくりしました。はい、お米っていうともう少し暖かい地域でできるのかなって思ってたんです。そうですね、もともとはあのうるち米と言われてる普通のお米を作ったんですけども、はい、やはりあの北限でもありますし、はい、そこはもち米としてあの私たち北未来は生きていこうということで、うん、もち米団地という形でもち米を生産しております。あの、うん、もち米団地というのはお餅だけに限って水田を作って、そうですそうです、普通のうるち米という炊いて食べる、うん、私たちが、うん、白米として食べ、はい、炊いて食べるご飯とは別の、はい、そうですもち米だけを作らないとあの交配して混ざったら困るから、はいはい、だから団地って言うんです、ね。はい、なんかあの建物がいっぱい建ってる団地ではないの。そうだよね、団地って言ったらそんなイメージもありますね。大抵きっとリスナーさんの方が分かってらっしゃるかもしれませんがそういうことなんですね、はい、ではここからの今日の本題であります玉ねぎの生産量などの話をしていただきたいんですが、はい、日本一の生産量ということなんですが、何が日本一なのかっていうのを生産面、それから供給のシェアという意味でお話ししていただけたらと思います。はいはいはい、もう日本一って言われるためのお恥ずかしい限りなんでありますけども、あの玉ねぎの生産自体はですね、北未来では約450個の皆さんが玉ねぎ作りをしています。で面積的には4600ヘクタール、あんまちょっと分かりにくいんですけども、札幌ドームに換算すると約850個分、すごいですね。これの玉ねぎを生産をさせていただいてます。で年間にあの生産量としては約25万トンというところでして、出荷期間については8月7月の末ぐらいからですね、翌年の5月ぐらいまで、うん、なんとかこの1年間の中で周年で供給できないかっていうところ今やってるんですけど、はい、まあ、残念ながら6月7月を除いてはなんとかこの周年に向けて出荷をさせていただいてると、はい、ね、皆さんに本当にご愛顧いただいてるというところです。はい、あの北見の玉ねぎは今の時期でもまだというかスーパーに売ってまして、あの、ね、そうですね、九州や淡路島とかそういうところの新玉ねぎも出てる時期なんですけれども、はい、うんうん、まあ、北海道民としてできるだけ北海道のものを食べたいなと思って、ありがとうございます、北見のものを1年食べて、なるべく1年っていうか年間通して食べるようにしています、はい、で、なんていうんですかね、そこに至るまで年間供給するためには貯蔵の方法、うん、はい、それからまあ、運搬の方法だとか流通の問題、いろんなことを組み立ててやってこないと、ほぼ10ヶ月間ですね、さっきおっしゃったの夏から5月6月ぐらいまで、そうするとそれまでに施設に投資しなければいけなかったでしょうし、一番こう重きを置いてやってきた施設作りというのは貯蔵の方先に
だったんです。両方でしたね。そうですか。やはりあの貯蔵も倉庫としてきちっとしていかなきゃならなかったですし、やはり戦火の方もですね、やっぱりかなり1日今は1100トンくらいを日量戦火できる、まあ、それだけの施設を5つ今持ってるんですけど、玉ねぎだけでですね、まあ、こういった戦火場もですね、やっぱりきちっと年度年度で更新をしていかなきゃならない部分もありますので、貯蔵の方と両面であの整備をしてきたというところで、近いところではですね、大きな戦火場を数年前に建設はしてるんですけど、それが何という地域ですか。これがですね、西相野内っていう、あのちょっとあの皆さんからすると聞き慣れない地名で、はい、私もその相野内っていう元々の農協の出身なんですけど、はい、まあ、愛がないって言われて愛のない、実はその愛のうちだというふうに思っていただければなと思うんですが、はい、その、まあ、漢字で書きますと、西相野内の愛の内は相談するという、そうです、そうです、そういう意味のうちではっていうことで愛のないですね、はい、という地域なんですね、はい、北見市の中心部から、考えるとちょっとだけ15キロぐらい離れてますかね、南というか、西側ですね、あ、西側、関北峠側っていうんですかね、はい、そこに大きなのを作っていて、私見学させていただいたのもそこだったでしょうか、はい、ちょっとだけ話飛んでいいですか。いいですよ。高橋さんが入ったことないところに、その集会施設の中で入ったんですよ、私、女性トイレ。あすっごいびっくりしました。あのびっくりしましたっていうか、それまであの選果場で働いてる女性たち、ベルトコンベヤーに乗ってきて、はい、その M、まあ、S はあまり見当たらなかったですけど、うん、ML、うん、2L ですかね、うん、2L っていうのもあるんですか。あります、あります。それをこう、はい、まあ、機械とともに、うん、その手でもまあ弾いたり、うん、それから腐ってるものとか、腐ってるというか痛みが出ているものを、うんうん、そうですね、弾いたりしながらを、ね、その今ちょっとやりたくないからサボったりできないわけですね、常にベルトコンベヤーで、私この作業絶対向いてないだろうな私の性格だったらって、あの恥ずかしい気持ちで、みんななんて偉いんだこのパートさんたちはって思ってたんですが、本当ですよね、そのトイレに行かせていただいたら、うん、まあ、とにかく広い、綺麗、はいはい、それで私あそこのトイレにいたらきっと仕事サボってずっとここにいたくなるんじゃないかと思うぐらいで、女性がねそうやって重要な、はい、労働力ですね、パートさんたち、うんうんうん、その方たちが、うん、まあ例えば今出荷作業が終わったら2ヶ月ぐらい、はい、空いてる期間ができる、はい、でも秋になったらまたあそこで働きたいと、ね、ね、思うためには、はい、やっぱ仕事の環境を良くしなきゃいけないと、うん、あそこまで配慮したのは素晴らしいと思ったんですが、うん、なんでその建物の設計の段階からそのことに対するこだわりが強かったんですか、うん、はい、やはりその女性の方が働いていただいている、まあ、そこの中ではやっぱり環境もしっかりしていかなきゃならないというところがあってですね、実はあの森先生に見ていただいた施設で働いている方は常時大体100人ぐらいなんですよ。で半分の方が女性の皆さんっていうところがあってですね、はいはい、やはりあの、まあ、誰でも利用をするトイレっていうのは、はい、やっぱり顔でもありますし、ここをきちっと整備しなきゃっていうところがあってですね、あの私が実際に中に入って数えることはできませんから、はい、これはあのうちの職員にかか数えさせたんですけど、27箇所ですね、今個室があるんですか、一緒に、まあ、同時に量を足すことができると、まあ、ここまで何とか整備をさせていただいたというところです。もうレストランやデパートでいうとこの、なんていうんですか、名称ではパウダールームという、ちょっとお化粧を直したり、なるほどな、はい、そういうところもすごく広くて、はい、鏡がまた綺麗で、かつ綺麗に映る鏡なんですよ。あれは高橋さん特注したんですか。いやいや、それはもう全然トリックアートではありませんから。いや本当にあそこにずっといて自分の顔見てたら自分をなんか勘違いしてしまいそうなぐらい、美しい人はより美しくそうだといいんですけどね、女性トイレにぜひ入れてあげたいです。誰もいなくなった時に忍び込んだそういう時に限って見つかっちゃったりして。男性トイレも綺麗なんですか。男性トイレも綺麗ですね。
ただまあ男性棟梁の場合はあの2つも個室がそんなに必要ない、はい、27個は必要ないですもんね、大小っていうのがありますねそうですかでもそういうふうに働く環境を考えるということは非常に大事で、はい、まあ、あの賃金にしたら1時間の時給っていうのは企業に、企業や働く場所によってそんなに大きな違いはないかもしれないけれども、うんうんうん、あの働くんだったら環境のいいところで働きたいと、うんうん、で環境にお金をかけてるってくれてるってことは、うん、労働者に対して、労働者従業員に対して、うん、気配りしてくださってるってことなんだから、うんうん、すごく大事だと思います、はい、いや本当はあの人たちのプロのこう仕事とか、あと目が利くんですね。そうなんです。近くに来ないと私はその痛みがあるの分かんない、はい、だから後ろから立って見てたら、はい、もう多分こだいぶ離れたところから、はい、あ今来ると思ってポイって避けるんですよね、はい、すごいなって思いました今はもう機械化もまあいろいろと技術革新してきましたし、はいはい、まあ、今後に向けてはやっぱりその今言われている人工知能 AI の投入なんかも考えてるんですけど、はい、いずれにしても最後はやっぱりプロの手、はい、プロの目、これに私たちも頼ってるっていうところですね。まあ、5つの選果場があるということなんですけれども、はい、その選果場の中にそれぞれ冷蔵施設、はい、それから集荷施設、はい、出荷施設があるんですか、はい、あります。全て、はい、ここ大きいですよね。そうですね、うん、あの先生が見ていただいた施設にはなかったんですけど、それ以外の施設の中にはあの剥き玉、はい、剥く作業、はい、まあ、この剥き玉の施設なんかも設置をしています。毎日一度違うところで拝見、あの見せていただいたことがあって感激しました、はい、剥き玉ねぎ、あの鬼皮取って剥いた状態で、うん、売ってくれるだけでも、普通にねそれが、まあ、レトルトとか、うん、空気に触れないようにして売ってくれれば、うん、その後切るのは、うん、折々によって切り方変えるでしょうから、でも鬼皮ないだけでも随分玉ねぎ買いたくなるんじゃないかなって。いや本当ですよね、うん、すぐ使えるし、そういうニーズをあるのも対応してるんです、はい、十分分かってますし、はい、なんか一個まんま買ってくれた方がもちろん出荷する側の経費も少ないでしょうし、うんうん、それから玉ねぎの鮮度や、うん、こう皮がついてることによって中が守られてるんですよね、うん、はい、だからその剥いてあと出荷するよりも皮ついた鬼皮ついたまんまと思うんでしょうけど、そうですね、まあ、皆さんこう、うん、忙しくしてらっしゃると、うん、その一手間が面倒で玉ねぎ使わないとかなっちゃってるかもしれないので、うんうん、そうですね、うん、今どんな感じですか、その比率、剥き玉が何パーセントぐらいあるとか。今ですね、はい、まあ、剥き玉の部分も少しずつ、まあ、特に北日本で使われているのは中国産もたくさん剥き玉として入ってきている部分がありますので、はい、大体中国産が大体24万トンぐらい日本で入ってきていてですね、はい、でそこには全然届かないんですけども、なんとか国産の剥き玉も使ってもらえるということでですね、うん、うちの農協だけでも1万トンを今剥き玉として出荷させていただいております。どこで作ったのかが分かるものを、その、はい、北見なら北見というそのなんていうんですか、冷涼な空気を思い浮かべられるところの、はい、まあ、一次加工品ですよね、皮剥いてるだけですから、そうですね、そういうものを食べたいですよね、はい、なかなかスーパーでは剥き玉ネギはまだ見たことがなくて。そうですね、一個一個パックにでもすればいいんですけどね、うん、まあ、その分の経費がかかるとどうなのかって思うけど、うん、それとやっぱり製菌数ですよね、うん、やっぱりそういったものに対する衛生面も含めてですね、一回空気にさらして裁断することによって細菌が増えたりするから、そうですね、はいはい、そこをクリアして出すのはなかなか簡単ではない、うん、でも1万トンは今もすでに出して、はい、まあ、中国が悪い、のものが品質が悪いということでもないんですけれども、うんうん、はい、実際にこれだけ、まあ、日本一の生産量を誇る北見地方で、うん、玉ねぎがあるんだったら、うん、できれば取って代わっていただければなと思っちゃうんですけどね。まだまだ頑張らなきゃなんないですね、やっぱり皆さんに選んでいただけるっていうのがポイントだと思うんですよ、うん、やっぱり選んでもらえるような、やっぱり、まあ、単価コストもありますけど、やっぱり産地としても努力をしながら、うん、北見ないならって言われるような、それを目指していきたいなと思います。そうですね、はい、
で玉ねぎ玉ねぎと言って、私はじゃあどんな玉ねぎの料理をしてるかっていうと、結構付け合わせでお肉のと一緒に炒めたりとかっていうのも使うなと思うんですけど、あのサラダ玉ねぎっていうのもありますよね。ありますあります。生で食べる、はい、なんかこうスライスして空気にさらしてた方が甘みが出るとか苦みが取れるとか、いろんな説があるみたいなんですけど、そういうことはどうですか。お水にさらすとやっぱりちょっと辛み抜けるんですよね。でも結構そういうのが成分が出ちゃう。そうですね、辛みっていうのは辛いけれども栄養のあるものですね。そうですね。それが水に流れちゃうのはちょっともったいないな。なんとなくね、ただやっぱり辛みの強い部分は生で食べるときはやっぱりちょっとね、はい、癖がありますんで、はい、うん、そうですか。でその他にそのじゃあ高橋さんだったら玉ねぎ生産してらっしゃるし、大きな JA さんの常務でいらっしゃって、どんな食べ方がいいよって聞かれたら何て答えますか。私は結構、まあ、ホテルで出張も多いんで、あのそういう日にあの朝ごはんでビュッフェなんかでこうやっぱり玉ねぎのスライスがあるのがすごく嬉しくて、はい、あれにこう、はい、ドレッシングだけね、はい、軽くかけて食べるのがすごく、ね、そうですね、サラダのコーナーにこう自分でトングでして、そうですね、玉ねぎスライスって、はい、あれにはもうちょうどその赤い玉ねぎなんかも中に入ってたりして、はい、あの私どもの農協でも赤い玉ねぎ、それから真っ白って言われてる、はい、辛みの少ないものサラダ玉ねぎなんかも作ってるんで、そういったものをやっぱり生で食すのも好きですね。あとはどういうのですか。玉ねぎって加熱したら甘みが増すって言われてますよね。そうなんですよね、うん、やっぱりここは熱を加えることでカレーシチューなんかでもすごく玉ねぎを入れることって美味しいですし、そうですね、はい、あのとことこ煮てこう柔らかくなると子供さんも抵抗なくイメージできてますね。だんだんお腹減ってきました私はねちょっとマニアックだと思うんですが、かぼちゃと一緒に玉ねぎを入れた味噌汁が好きなんですよ。あ、分かります。かぼちゃの甘みと玉ねぎのピリッとした感じが、はいはい、あってですね、そういうのが好きです。我が家ではそうですね、かぼちゃと玉ねぎのサラダなんかも食べますね。そうです。あとでちょっと放送終わったらレシピ教えていただきたいと思いますでさっきのちょっと話が前後して恐縮ですが、はい、施設の話、うん、非常に広くて気持ちいいんですけれども、うんうん、あれってその玉ねぎをの出荷、うん、や貯蔵したり出荷したり、うんうん、その施設だけじゃなくて、うん、なんかもっとこう使いようがあるのかななんていうふうに。いや本当ですね、広いので空間が、うんまあ、もったいないというか、同性という同性はちょっと昨日先週もそういう言葉遣いしちゃったんですけど、先生それで、そうですか、あのなんか違うふうにも利用できたらいいっていうのないですか。そうですね、うん、今検討しているのはなんとか、今までも気象変動なんかも激しくなってですね、はい、災害も北海道でもあちこちで大きいですよね、はい、起きてるっていうことを考えて、やっぱり災害に対策の一つの拠点として、はい、あの地域の方々にもご利用いただこうというところで今検討し、あの行政北見市ですけども、はい、北見市とそういった災害連携協定という形で今協議をしております、はい、あの非常にいい空間もありますし、トイレが綺麗ですし、そうですね、災害の時ってやっぱトイレ問題すごくね大事ですよね。だからその地域の農業という産業の振興に役立ってるだけじゃなく、はい、あの地域に何かあった時の危機対応にもなると、そうですね、農業がこう生み出すさらに、はい、なんていうかな、波及的な効果がありますね、はい、素敵なことだと思います、はい、ここの地域でやってくれと言われても、いっぺんにあれだけのトイレを作ることはできないので、都会だと羨ましいような感じがしますね、うん、なんとか実践に向けて、はい、あのもう少し努力していきたいと思ってます、はい、でちょっと画像がないので分かりにくいかもしれませんが、私はその収出荷施設拝見した時に、はい、大きなトレーラー、はい、長いトレーラーがあって、はい、でもうあのトラック出ようとしてたのが、ね、実際にあったんですね。扉を開けて、はい、中にあの段ボールが何個あるかわからないぐらいいっぱい入ってるのを見せてもらったんですが、はい、あれは一つのトレーナーに 何十キロの箱が 何個入ってるの。ちょうど見ていただいたのは20トンのトレーラーだったんで、20トントレーナー、基本的には20キロの段ボールが1000ケース
いっぺんによく道路の角曲がれるもんですね、運転手さんね。それはもうプロフェッショナルですもん。ちょっと4月の27日に見学させていただいたんですが、はい、そのトラックに限って言えばどこに向かって走る、ね、あの時は確か釧路でしたかね。で釧路から船に乗るんですね、はい、あれはあの北連丸っていう、はい、あの船に乗せて、はい、あの後ろの部分だけですね、荷物の部分だけ、はいはい、で出荷をしている、ちょうどそんなところでしたよね。はい、びっくりしました。あれだ、その生産量いくらって聞いた時にあんまり実感は湧かないんですけれども、段ボールの量を見たらこれを毎日毎日何台分でしょうかね、出してるんだってびっくりしました。そうですよね、ちょうど1日先ほど言った、まあ、1000トンとすれば、はい、ものすごい量を出させていただいてるっていうことですね。よく秋になったらなんかニュースで風物詩として玉ねぎ列車って あ、はい、あれ玉ねぎ列車の映像を映るときって必ずなんか蒸気機関車がついてるような気がするけど、それは私の錯覚ですか。ジーゼルですね。普通にジーゼルですか。そうか。玉ねぎを乗せて、うん、こうコンテナがいっぱい連結されてますね、はい、あれは何個ついてるの最大。あれは北見から走ってる1本だけなんですけど、はい、まあ、55本、55本、いっぺんにですか、はい、いっぺんに。すごいですね。ものすごくありがたい。55本はその1個のコンテナの中に先ほどの20キロの箱だったら何個入ってる、ね、5トンですからね、1つのコンテナが、はい、これを20キロなんで、はい、すいません、はい、数学できないんで私も計算できませんでもそれを55本いっぺんに走る、はい、1日1便ですか。1便なんですよ。どこまで行きますか。旭川、ずっと九州まで、はい、旭川経由して九州まで行くんですけど、北見から旭川までのを玉ねぎ列車って、これが1日1本走っていただいてるんですよ。で旭川からは違うのに連結するんですか。そうです、そうです。あ、そうですか、はい、で九州まで行くん。行ってます。何日後に九州に着くんですか。大体6日から1週間ですね、九州で。ちょっとそれ後ろに乗せてったら九州まで連れてってくれますでしょうかそうですか、はい、青函連絡線があって、で JR の線路があるって、そういういいこともあるんでね。ものすごく助かってます、観光客だとか、まあ、通勤通学の足としてっていうふうに JR を捉えがしですけれども、はい、貨物に、を運ぶのに、その貨物じゃ荷物を運ぶのに、うん、になってる役目って大きいんですね。そうなんですよ、うん、もうやっぱり今私たちが出荷させていただいている物流って言われているものは、はい、60% が JR 貨物なんだよね。あと 40% がトラックなんですよ。でここは私たち生産者の方ですけども、はい、一緒に働いてその運んでいただいている方々のおかげでもあるんですよ、うん、でここのところがやっぱり日本全国に発信する、向こうから北海道に持ってくるにしても、やっぱりとっても重要なあの任務を果たしていただいてるんで、これからも私たちもそうですけども、道民の皆さんと一緒にそういった物流の方々をですね応援していければなというふうに思っております。あの JA 北未来の生産量は全国の玉ねぎの生産量の 20% に当たるそうです。それを今お話しいただいたように九州まで運ぶためには、まあ、生産するだけじゃなく運ぶこと、いろいろな、なんですか、流通業者や運搬の人たちとも連携して、進めていかなきゃいけないし、はい、継続していかなきゃいけないということが、はい、今日のお話でよく分かりました、うん、この次時間は もっともっと欲しかったんですけれども、うん、またの機会にお願いいたします、はい、皆さん北見の玉ねぎのお話いかがだったでしょうか。北見市からお越しいただいた JA 北未来常務理事の高橋優さんのお話でした。ありがとうございました。また来週も農業と食が紡ぐ未来お聞きくださいね。ありがとうございました。さようなら。